はい、どうもピークスイオスです。今回紹介するのは日産のトミカ2台紹介していきたいと思います。これ本来は通常のトミカ、初回限定版の時に、買った時に紹介しろよっていう感じなんですけども、まあなんかいろいろあって買ってなかったんでね、紹介していきたいと思います。でまずは日産 GTR ですね。でこちら番号も23で日産っていう、まあ日産の車といえばまあ GTR みたいな、今の日産はなんかそういう感じなんですかね。よくわかんないですけども、今の日産に関してはもう何とも言い難いものがちょっと自分でもあるもんですから、まあ開封の方もう何も言わずしてたんですけどしていきたいと思います。はい、R35GTR ですね。こちらが初回限定版ですね。一応解説の方してあるんですけども、一応比較のために置いておきたいと思います。ですね、これなんていう色なんでしょうかね。オレンジ、ブラウン、なんとも言い難い。で、まあマイナーチェンジしたことにした、モデルなんですけども、このようにグリルがちょっと、まあ、なんて言います、まあ、キャラマンとかもこんな感じになりましたよね。で、危ないデカに、さらば危ないデカに出てきた GTR は、前期型の GTR になりますね。こちらは後期型の GTR になりますね。自分はその後期型の GTR っていうのを見たことないんですよね、まだ。前期型はまあたまーに見かけますけども、前期型でも後期型でもまあ GTR 自体あんまり見ない気はしますね。やっぱりそう、全く見ないわけじゃないですよ、 NSX と違って。でもやっぱりあんまり見かけない感じはします。なんかね、この時のね、トミカってね、すごい塗装がなんかムラがあるっていうか、傷があるっていうか、あんまり良くないですよね。最近はほんと減りましたけどね。もう別に僕がクレーマーだったわけじゃないんですけどね。ほんとかよって。まあ、GTR の説明っていう説明はそんなないんだよな。一応これは扉が開くんですよ。中を、あ、これす、あ、今初めて知った。中オレンジだ。かっこよ。ってことはこっちも、シート違うのか。こっちは黒ですね。すごい、ボディじゃねえか。シートの色が違う。これは知らなかった。これはいいですね。かっこいい。ちょっと待って、くしゃみめっちゃ出そう。くしゃみがもし出たらカットだから。出ない。続いてこちら日産リーフですね。なんかここ変な線みたいなの入ってるの気のせい。こちら初回限定版ですね。変な線が入ってるの気のせいじゃないですね。初回限定版は以前紹介しましたかな。こちらになってますね。まあ通常版の方もね、開封していきたいと思います。電池がもうないでしょう。まあ、初回限定版と比べるとちょっと通常版はちょっと嫌だなっていうのは、なんか色が2つに分かれてるっていう。こちらもまあ後部ドアが開閉するんですけど、後部ドアこれか。開きにく。まあなんか以前も多分紹介したと思うんですけども、なんかフェアレディ Z34 みたいな、テールランプになってますね。最近のなんか日産ってテールランプみんなこんな Z34 みたいになってませんか。まあ、初代リーフよりは2代目の方が好きですけども、まあ、ちなみに2代目リーフは、なんとか画像、やっと撮れたんでね、信号待ちの時に画像貼っておきたいと思います。まあ、リーフの説明、なんか、100% 電気自動車っていうなんかキャッチコピーで、よく CM、YouTube なんか見てるとよく日産の CM が流れますね、自分は。まあ、リーフ、そうですね。まあ、ジュークよりはまあかっこいいかなって気はします。ジュークもね、決して悪いわけじゃないと思うんですけどね。その性能とかちょっとあんまり知らないもんで、あんまり悪口とかそういうの言っちゃいかんのかなとは思うんですけども、まあ正直 Z34 はクロスオーバーにしたスカイラインクロスオーバーの、まあ、Z バージョンみたいな感じかなと自分は思ってるんですけども、実際のところはどうなのかなっていう感じではありますね。
スカイラインクロスオーバーの方もあんまりその自分を知らないもんで、まあ、とにかく自分としてはその乗ったことない車の悪口あんまり言いたくないんですよね。見た目の問題はとにかくって感じですけども、その性能とかは全くその知らないで、言うのは嫌いなんで。でもプリウスはクソだと思う。乗りにくい、本当に。あれ教習車であんなの入れる意味が理解できねえと、まあなんか今日はなんかグタグタ、まあいつもグタグタだけどもね、なんか愚痴ばっかり言ってた気がするけども、今回はこんなところで終わりたいと思います。すごいグダグダ。ご視聴ありがとうございました。